DIY をしたことがない人でも大丈夫。家にあるものや手に入りやすい材料を使って簡単に作れる DIY をご紹介していきます。今回はなんと3分でできる転写プラ板キーホルダーの作り方をご紹介したいと思います。転写プラ板キーホルダーの作り方を教えてくださるのは日野上さん。今回は3分でできる転写プラ板キーホルダーの作り方をご紹介したいと思います。皆さん、プラ板って聞いたことがありますか？プラ板とはプラスチック製の板のことで、油性ペンなどでイラストを描き、オーブントースターなどで熱してキーホルダーなどにすることができるものです。子どもの頃に作ったことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。通常だと油性ペンなどでイラストを直接描いていくのですが、簡単に手に入るものを使って家族の写真やペットの写真など印刷したものをキーホルダーにすることができちゃうんです。それでは早速作っていきましょう。レッツ DIY。 まず用意していただくのはキーホルダーにするデザインのカラーコピー、プラ板、除光液、定規、紙やすり、穴あけパンチ、クリアファイルです。まずプラ板に紙やすりを使って傷をつけていきます。表面がもともとザラザラしているフロストタイプのプラ板を使っていただくと、紙やすりでこする必要がないので時短になります。表面を削ることができました。では次に印刷したデザインの形に合わせてプラ板をカットしていきます。プラ板は温めると4分の1のサイズに縮むので大きめにカットしてください。カットができたら穴あけパンチでキーホルダーを通すための穴を開けていきます。では転写を行っていきます。まずプラ板のザラザラしている面にデザインする印刷面を合わせていきます。ザラザラしている面に印刷面を合わせましたら、クリアファイルで挟んでいただいて除光液を垂らしていきます。除光液がクリアファイルからはみ出してしまうので、ファイルの下にキッチンペーパーや新聞紙などを敷いてください。除光液が印刷面の全体に染み渡ったら、定規でクリアファイルの上からこすっていきます。印刷のインクのところが転写されるような形になるので、印刷の部分を強くこすり続けてください。除光液はアセトンという成分が含まれているものを使用してください。アセトンの含有量が少ないと転写がうまくできない可能性があるので注意してください。はい、では剥がしていきます。うまくできてるでしょうか。お、綺麗にすごい転写ができてます。でもどうでしょう、ちょっとはみ出てしまいました。ちょっと薄れかかってますが転写できました。最後ちょっとずれてしまいました。綺麗に転写することができました。転写ができたらアルミホイルを敷き、オーブントースターで1分程度温めます。分厚い本などで挟んで熱を冷ませば完成です。この方法を活用して木材に転写をすることもできます。同じ手順で簡単にできますので、皆さんもぜひアレンジしてみてくださいね。今回は3分でできる転写プラ板キーホルダーの作り方をご紹介いたしました。簡単に手に入るものだけで作ることができるので、ぜひ皆さんも動画を見ながら作ってみてくださいね。カインズでは DIY に関する質問ができたり、作った作品を投稿できるコミュニティサイト、カインズ DIY スクエアを展開しています。他のレシピも投稿しているので、ぜひ見てみてくださいね。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。レッツ DIY!